ジョホール・シンガポール・コーズウェイは、ジョホール海峡を横断して、シンガポールのウッドランズとマレーシアのジョホール州、州都である、ジョホールバルを橋で結ぶ土手道である。現地では単にコーズウェイと呼ばれることが多い。香港でも以降、コーズウェイと表記する。当時マレー半島一帯を植民地支配していた創始国のイギリスの手により、4年間の工事を経て1923年に、 開通し、総距離は1056メートル。このコーズウェイは、道路の他に、マレー鉄道、水のパイプラインが通っている。水のパイプラインは3本あり、そのうち2本で、マレーシアからシンガポールが減水を買い、1本で、上水道をマレーシアに売っている。道路の場合、コーズウェイの両端には、料金所、国境検問所があり、出国審査を受けてから、コーズウェイを渡り、 入国審査を受ける。1日に約6万台車両が通過するが、夕方、休日には渋滞が起こる。かねてより問題になっていた、この慢性的な交通渋滞を解消するため、1998年にマレーシアシンガポールセカンドリンクが建設された。また、コーズウェイ東側に新しい鉄道橋、道路橋を建設する計画がある。ありがとうございます。